これね、これ実なんですよ。かなり前にちょっと男子用のね。あ、ないでしょ。またさっきの。はい。実はこれには、こういうね、形で、兄家族と一緒に、男子用の。で、もちろん、これを読む。よくね、まあ。で、またね。これ着てるときもそうですけど、これ、これ、2月のフォームが入ると、放送できない。放送じゃない。アップできない。削除されちゃうんですけど、ナンパされましたよ。男の子に。2人組の男の子。でも、加藤があれ、ちょっと待って。ひょっとしたら、女ちゃうんちゃうかって。言ったけど、ええやんとか、もう。もしあれ、ここまで来てたらいいやんって。ちょっと、断ったんですか。逃げたけどね。兄のそばに来た。これでもね、間違われるからっていうか、その、間違われるとちょんだけど、その、どういったらいいのね。実家のね、家族の前で、まずいじゃん。まずいじゃないって、どういったらいいの。これも男性用です。だから、共用、誰も共用。でしょ。で、押したのは、明らかにね、男性用でしょ。なのにもかかわらず、間違われる。女性間違われてるのに、正しい。ちゃんと女性見てください。男性浴場でも。ちょっと待てよ。なっただけでたのかに。だから安心、ご安心なさってください。だからうちそうです。すごくよかった、実は。なんでかって言いますと、まあ女性の性別ね、間違いのは結構ですけどね、その海水浴場などの肌を、ね、露出している場所で女性の性別を間違えたときは、その間違えた男子終わりやからね、もう、まあ、ナンパ諦めてください。その時は、そっから、リカバリーできへんか。リカバーできへんか。ね。だから、ここ見なかったら別の女性狙ってくれた。もう、プリで終わりですか。なんでそっから先まで、なんでそっから譲歩せなあかんみたいな、女は思うからね。女って基本譲歩せえへん。音が譲歩を引き出すって言うんですから。だから、ご自分のその、お言葉がね、譲歩を引き出す言葉かどうかちょっと考えてみて。で、ご自分のね、奥さんは、そういう、全然情報を引き出せん。その、強要するセリフが多い、お方は多いかもしれんけど、そういう方はナンパって全敗するからね、もちろんね。そんな男相手にせえへん。そんな男探しに行ってるんじゃん。たとえどっかの奥さんも、転職してる。大好きな人。一人で来てた。旦那がそういう、強要するだろう、ね。大抵ね。だから、強要して、彼女をゲットした方も、ご自分が強要キャラなら奥様は必ず浮気したい。絶対思うから。海水浴場で言って。じゃあ、女友達というか、その昔の同窓生のって。ああ、なんたら女子だよ。うん、そうよ。ああ、そんなん。泣いてるかな。うん、ちょっと忙しい時期で来てなかったんですよ。泣いてる。てか、それもやって。で、ね、いい女子だと思うんですよ。行こうが。当時ね、友達と行こうが、何しようが、一人でやろうが何しようが。そしたら友達と一緒に、暴走してて行ったのやばいね。もちろん。ナンパに、誰かが、こじ開けてくるのが、誰か。女が誰かに。おばはんでも、女が、女だけで目を取ったら、で、年があるのと、セクシーな、ね、水着でしたらですね。まあ、ずっと、海の男と誰がナンパしに来てるから、男の、ナンパ目的の男がね。てか、どん干渉目的の男だから干渉目的の男にナンパされまして干渉目的かなって方がそうかもね、とか第一干渉目的でナンパしたら干渉を超えてしまうのそんな感じですね。だからまあ強要してナンパって多分、まあ、女からしたらレイプされても気分が悪かった。だから上手に女を立てると
今度は裏手の、今度は開かれ、開かれ。勝手に開かれんかなでもないし、後ろに回って、先見て、ピューってないし、はっきり言ってガキでした。ガキ道の陳列場ちゃうからね、はっきり言って。それはその年齢がおるもん、実際に。ガキはできてちゃんと、その年齢の子がおるから大事よ。ね。そんなんと、同じって自覚したときに、海水浴場って怖いの？オタクにとって。ふっと見たら、もうほんまちっこいガキが同じようなセリフと同じようなことしてて。お前たち子供のくせに大人の真似するのって言われへんよ、自分のガキやからね。そのオタク男子の。ま、そんな感じやな。もちろん、海水浴場以外でも、吉田の性別間違えたらそいつの人生終わりや、その男の人生の。いやでな。一生結婚できなくても、一生交際できなくても、その原因探した結果、女性の性別間違えた。困難がいつまでも、霊界、精霊界、妖精界、天使界に刻まれてるからな。まず、だから、結婚しても、ぐちゃぐちゃになるんちゃう。その時の性別がいつまでもね、細胞を覚えてるから。細胞は基本的に体細胞だから、こいつ性別間違えたなって。ご自身が乗っ取っておられる細胞がね、覚えてるからなんですよ。怖いよね。